ヒロヒロ探偵団。痛い痛いよ、助けて。あー痛い。あー、お袋どうしてこんな。私は成人したばかりの息子を置いて死んだ。全身を骨折し、あまりにも悲惨な死に方だった。これは痛い大病を患った私の話。おはようございます。今日もいいお天気ですね。そうね、お日様のおかげでよく作物も育ちそうだ。今年は米も豊作だろうから楽しみにしといてね。毎年ありがとうございます。私は富山県で生まれ育ち、この土地で幼馴染と結婚した。一人の息子に恵まれたけど、夫とは数年後に死別。今は周りに助けてもらいながら生活している。この土地はまさに農業の盛んな土地だ。私がこの土地を離れないのは、そんな農業地ならではの周囲の優しさのおかげ。でもこの土地には昔から恐ろしい病気があった。それは痛いよ、助けて。通称痛い大病という病気。この病気は特に出産経験のある30代から40代の女性が発症することが多く、腰や肩、膝などの痛みを訴えることから始まる。寝込んでしまってからも意識があり、痛いと苦しみ衰弱死することから痛い大病という名前がついている。痛い大病はな、ご先祖さんによると大正時代からあるって話だよ。そうなんですね。どうやらこの病はこの地域でも珍しくなく、大正時代から1000人以上が罹患しているという。私がこの痛い大病に罹患したのは、息子が13歳の頃、私が34歳になってすぐの頃だった。母さん大丈夫？大丈夫だよ、なんとか歩けているしね。最初は腰痛だと思って病院に行ったけど、検査の結果は特に異常なし。その後は膝の痛みを感じて再度受診したけれど、それでも薬を処方されただけだった。それからしばらく経った頃、あーもうなんでこんなに痛いのかな。荷物持つから母さんは横になっててよ。太ももに神経痛のような痛みが出て、歩くのも困難だった。次第にどんどん歩くのが困難になっていき、ついには、ほらひろみちゃん、お医者さんから杖もらってきたから、これ使って。いつも本当にごめんなさい、迷惑ばっかりかけちゃって。いいのよ、娘みたいなもんなんだから。あんたは杖を使って歩くようになったけど、そんな杖を使った生活も長くは続かなかった。母さん大丈夫？痛い。今お医者さん呼んでくるからね、待ってて。大腿骨が3箇所骨折しているね。ひろみさんも痛い大病になっちゃったのか。痛い大病なんて母さんがなるわけない。ごめんね、こんな思いさせて。母さんは痛い大病なんかじゃない。私は足を骨折し、寝たきりの生活になった。母さん、隣のおばあちゃんがおにぎり作ってくれたよ。ありがとう、ちょうど梅のおにぎりが食べたかったんだ。大腿骨を骨折してから私は寝たきりになり、ただただ横になる生活になった。痛い大病は患っても意識がはっきりしているのが特徴らしい。おいしい？うん、おいしいよ。息子は地元を離れた高校への進学を諦め、私につきっきりで看病してくれている。そんなある時だった。ちょっとひろみちゃん、痛い大病の正体が分かったって。本当ですか？この病気を痛い大病と名付けた地元の医師と大学教授がどうやらこの病気の原因を突き止めたという。この病気は岐阜県の金属工業所が農作物に使用する水の流れる川に排水をしていたことが原因であることが分かりました。それって土壌汚染ってことか？そうです。そしてその土壌汚染された場所から産出された米を長年摂取した人が骨粗鬆症を伴う骨軟化症を発症しています。ずっと前からこの農地が。絶対に許せねえ。汚染前から大量に搾取したカドニウムが肝臓皮質に蓄積されたのが原因で、結果的に骨が脆くなるらしい。これを聞いた時私は嬉しかった。でも治療法が見つかったわけじゃないもんね。私はどの道も。お袋まで死んじゃって、俺はこれから先どうしたら。私は痛みに耐えきれずベッドから転落、全身を骨折して衰弱死した。この悲惨な死に方に息子はさぞショックを受けたことだろう。しかし私の死を悲しんでいる間もなく、痛い大病について詳しく聞かせてもらえませんか？お話しすることはありません、どうかお引き取りを。痛い大病の正体が分かり、新聞などで取り上げられるようになった。その影響で新聞記者が連日この地域に押しかけてくるということも珍しくなかった。でも悪いことばかりじゃない。
この病気は私が死んで間もない1968年5月に公害病として認定され日本中に認知されたのだ。お袋、訴訟に勝ったよ。俺、公害病について研究することにするよ。もうお袋みたいに苦しむ人を見たくない。だから俺、この土地を離れることにするよ。許してくれよお袋。しかしこの痛々病は富山県のこの地域特有のものとされた。石川県、兵庫県、長崎県でも発見されたが、2020年になっても公害病として認められていない。痛々病は決して昔の病気ではない。2015年まで新規の患者が認められており、中国や韓国などでも同様の症状を抱えている人がいる。時代が進み便利になればなるほど、そのリスクと環境への配慮を考えなければならない。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。ハッ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 。